はい、こんにちは、ゼロです。今回は自動的販売動画撮っていきたいと思います。とこちらがちょっとまあそれなりに動けば戦えるって感じのなんだっけなドラゴンランデスデッキです。でこちらがドロマイエス。前回の動画で紹介したのとレシピ変わってません。でこちらがひらめきスネークです。では早速いきたいと思います。ジャスミンが4枚。ライフも4枚。おチャピ2枚。エコエニーが4枚。ザルムス1枚。ナチトラ2枚。ミルドガルムスが2枚。ザルベルグが2枚。ライドも2枚。バジュラズソウルが1枚。こちら剥がれてます。ボルメテスホワイトドラゴンが2枚。バジュラセカンドが1枚。バジラが1枚、地獄スクラッパーが1枚、ストームホールが2枚、バザガベルがハヤテドラゴンが2枚、クロスネックス1枚、テラが1枚、ショードが4枚、ブサまで1枚、でファイナルストームダブルクロスネックスが1枚です。では次ドロマイエスいきます。トリッパーが3枚。バトーが3枚。菊池シャンダイが3枚。ジェニー2枚。ファンクが2枚。ザンジー1枚。マテンコーリン1枚。ブサマル1枚。シェニーホールが4枚。で、スパイラルゲートが1枚。セブコアクアマンが4枚、アクアサファー2枚、ベルリン2枚、オールイエスが4枚、エターナルガードが1枚、フンボが1枚、ミスターアクア3枚。あと前の動画でも言ったんですけど、ミカドホール他のデッキに使ってるんでちょっとすいませんが2枚出さないです。ご了承ください。で、こちらのドロマーの超次元が、まあ、出せるのはこの4枚ですね。はい、すいません、ドラビタのチャクラ、ちょっとダメージ大きいです。キングオブギャラクシーもちょっとだけスレあります。はい、まあ、とりあえず超次元全部持っていって、というか、この4枚セットでお願いします。では次、ひらめきスネークいきます。はい、ロジックサークルが3枚。ウェビウスが3枚。ハバキが3枚。サグラダファミリア1枚。ソードが2枚。ガブリエラが、まあ、4枚ですね。はい。クロクターは4枚。おぼろかげろ3枚。ひらめきプログラムが4枚。ゴキン2枚。ドレーンが4枚。1枚初期です。シャドウのプロモが4枚。スネークが3枚です。デッキの紹介は以上になります。じゃあ一応、まあ、スリーブも一緒に持って行ってくれると嬉しいんで、はい。じゃあ、まあ、とりあえずスリーブの紹介もしたいと思います。と、こちらは普通にあれですね。あのデッキについてきたやつです。こちらはもう本当、もう、まあそんな多分買う人いないと思うんですけど、まあ、こちら無料で大丈夫です。でドロマイエスは、はい、このアザラシのスリーブです。でひらめきスネークが星座のピスケスです。こちら
まあ、はい。まあ、使ってたんで、まあ、全部のセーブ一応使ってるんで、まあ、使用感とかだいぶあると思うんですけど、それでもいいって方のみ、はい、お願いします。まあ、スリーブは希望する方だけで大丈夫です。まあ、とりあえずこんな感じです。まあ、一応、デッキのカードは全部プレイ用でお願いします。傷ついてたりしてもちょっと責任取れないんで、はい、すいません。ではまあ、じゃあこんなものですかね。こちらの希望は現金か、ゲーマの、まあ、ゲーマはまあ、今はそんな欲しいのねか。まあ、遊戯王のデッキか、デッキパーツ、まあ、デッキパーツはちょっと聞かなかったかもしれません。まあ、はい、そんな感じで、お願いします。現金か、遊戯王のデッキ。まあ、あと、まあ、遊戯王のエクストラデッキの、まあ、汎用カードっていうんですか。まあ、そんな感じの凡庸性のあるカードが希望です。まあ、以上ですかね。はい。はい、では、すいません。長々と申し訳ございませんでした。では、これで、デッキ販売動画終わりたいと思います。では、さようなら。ご視聴ありがとうございました。